そしてパスタですね、次はスモークチキンとマッシュルーム、ブラウンマッシュルームの、醤油クリーム作ります。次は、最初にですね、オイルにニンニクの香りをつけます。香りだけでいいんで、これニンニクですね、香りが移ったらちょっと開けてください。移った、オイルにですね、鷹の爪を入れて、すぐマッシュルームをソテーします。この時点にマッシュルーム強火で炒めた方がいいですね、食感いいです、その方が。でマッシュルームですね、強火でソテーしてください。でそうしましたらスモークチキンを入れます。この時点で火弱火ですね。でお醤油をちょっと入れます。ここにメニューをちょっと入れてあげてください。でお醤油はですね、焦げやすくなりますので気をつけてください。そうしましたらここに、生クリームを入れます。大体 100cc ですかね。